こちらは現在の霧島山の新燃岳の様子です。今日午後4時までの間に4回にわたって爆発的噴火が発生しています。気象庁によりますと午後2時27分霧島山の新燃岳で爆発的な噴火がありました。その後も午後4時までに断続的に爆発的噴火があり、合わせて4回発生しました。噴煙は火口から上空2300メートルまで上がりました。新燃岳で爆発的噴火が発生したのは2011年3月1日以来7年ぶりです。気象庁は噴火警戒レベル3を継続し、火口からおおむね3キロ以内では噴火による噴石などへの警戒を呼びかけています。